回、もうたくさんの素晴らしいゲストをお迎えしてお届けしてまいります。そうね、あのエビフライ好きなんだよね。いやバタフライでしょ。いやそのアジフライでもなくエビフライでもなくバタフライというね、ハービーハンコックのファンキーなナンバーですね。それをちょっとこういきなりやってみようかみたいな。ぜひ、いろんなコメントをぜひお願いします。そうね、リクエストも言ってください。ぜひ。はい。それとも、あとは人生相談だよね。人生相談は、常に英介さんが受け付けております。欲しがるよね。違うのないじゃん。1月11日ポッキー&プリッツの日、そしてベースの日にお会いしましょう。じゃあともう一個、もう一日決まってるのはね、12月30日。まあそうなんですか。そうだ、12月30日もやるってのは決まってて、その時はもうみんなでなんか忘年会みたいに盛り上がろうかそこでなんかこうそれで来るかどうかっていうことで、なんか俺たちのなんか友情が問われるんじゃないかな